はい、どうもエナジー福田です。今回は12月のバス釣りで僕が実際に使おうと思っているルアーと1日の釣りの流れ、そしておすすめのルアーを紹介していきます。まず12月のバスがどんな状態なのか、バスの生態や動きについて知っておきましょう。ざっくり言うと水中はまだ秋っぽさを残していて、よくある冬のイメージのようにじっと固まっていることは少ないので、広範囲を探っていく方が1匹につながりやすいです。 そして、釣るために大切なポイントは、水温となっています。12月に入る頃は、しっかりと冷え込むようになって、冬の寒さを感じてきて、防寒着が必須になってきますが、水中はまだ冬モードにはなりきれてなくて、ギリギリ秋を引きずっている場所も多いです。ブラックバスが活発に動けると言われている18度を切っているので、小バスやギルなどの反応はなくなるんですが、大きくて体力があるデカバスは、 この水温でも捕食しているので、釣れればでかいというシーズンでもあります。しかし、冷たい北風が吹くと一気に水温が低下するので、バスは水温が安定する深場へと落ちていってしまい、今まではシャローで釣れていたのにディープに落ちてしまうことで釣りがガラッと変わってしまい、冷えるとバスの活性が落ちたと僕らは思っちゃいがちなんですが、いる場所が変わっているだけで、深い場所に移動しても活性が落ちているというわけじゃなく、 普通に捕食しているので、特別難しいわけじゃないです。逆に、暖かいポカポカした日が続くと、水温も上昇してくるので、バスは水中に浮くようになり、しっかりと層を合わせる必要があるので、巻くだけで層をきちっと巻いてこれる、クランクベイトが有効になってきます。そして、12月頃になり、完全に冷え切って、水温が10度を切るようになると、基本的にはボトムを狙っていくような釣りになってきます。 冷え切った中でも暖かい日が続くタイミングに捕食行動を取るのでそういう日が釣れるチャンスで条件が良い,いシャローでも釣れるんですが基本的には水温が安定している越冬場所付近の障害物が狙い目となりますそして釣り方はメタルバイブなどのリアクションで狙っていくようになりますここを簡単にまとめるとこんな感じになります基本的には水中はまだ秋だと思って広範囲をサーチしていきます北風が吹いて冷えたらボトムを狙います ポカポカと暖かい日が続いたらバスが浮くので中層を狙います。完全に冬になったらボトムをメインで狙います。水温によってバスの層が変わりやすく、バスは基本的にその場所に一番多いベイトフィッシュを狙うようになるので、 ざっくり言うと、シャローはフナ、ディープはワカサギかハス。そしてリアクションには、ベイトは関係なく、場所が大切となってきます。11月頃から、シャローのコバスやギルが減るので、ギル系への反応が悪くなり、逆にシャローにやってくるのがフナです。ユーマズメなどに、水面でペチャペチャモヤモヤしているので、結構見つけやすいかなと思います。 で、船も冬が始まる前に餌を食べようと活発に捕食しようとしているし、他の魚に比べて動きが遅いんで、デカバスからしたら食べやすい餌となります。で、この時にはギル系のビッグベイトの船カラー、まあ、三原さんがやってるギルロイドの使い方だったり、ブルフラットなどのギル系ワームの濃いめのカラーが、バスからすると船っぽく見えていいようです。で、小型の魚のワカサギなどは、 水温が低下すると深い場所に群れを作るようになります。そしてそのワカサギを狙うバスにはミドストやアラバマが有効になり、ワカサギを狙いに来るハスを狙うバスにはビッグスプーンやビッグベイトが有効になってきます。あとは越冬場所のピンスポットにいるバスはメタルバイブなどのリアクションで無理やり口を使わせるという感じでベイトと関係がない時が多いです。 で、捕食モードのバスは越冬場所近くの障害物に隠れて、獲物が通るのを待ち構えるようになります。まあ、この時のベイトはその場所によって変わりますが、簡単な障害物ならゆっくり負けるスイムベイトで誘い出したり、キーなどの複雑な障害物ならラバージグやジカリグでしっかりカバーの中に入れてリアクションを狙っていきます。ベイトフィッシュについてまとめるとこんな感じになります。シャローは船っぽいルアー、ディープはワカサギかハスを意識してルアーを選ぶ。 越冬場所のピンスポットはリアクションのルアー、メタルバイブなどを使う。越冬場所付近の障害物も狙い目という感じです。次に12月のバスがいる場所は秋っぽい時と冷え込んできてからは変わっていきます。秋っぽい時には11月と同じように ベイトフィッシュがうろうろと移動しているのでそのベイトについて動き回っていて見先やブレイクごちゃごちゃした障害物にいる時が多いです比較的広範囲に散らばっていて場所が見つけづらいので巻物で探っていく方がおすすめですそして水温が10度を下回り冷えてくると越冬場所の中でも特に深くて水温が安定するピンスポットでバスたちが固まって温め合っているという状態です で、人間で言うと、こたつに入っているみたいな感じです。その越冬場所っていうのは、水が動かないワンドだったり、北風をガードできる場所、もしくは水温が安定するディープになります。餌を食べたいバスは、その越冬場所から出てきて、近くの障害物やシャロで捕食するようになるので、越冬場所付近の障害物もしっかりと狙いましょう。この時、水中の沈み物の場所も知ってるなら、そういう場所も狙い目です。小さい小魚を狙ってるバスは、 ディープに落ちるんで魚群探知機がないと見つけづらいんですが、岬の風が当たらない側の深い場所など、少しでも水温が高い場所か安定する深場にいることが多いです。おかっぱりからディープを狙うときは、ウィードが残ってる場所やブレイク際あたりにいることが多いんで、そこをしっかり狙ってみてください。ディープが隣接している車ーが、バスも基本的には深い場所で待機していて、お腹が減ったタイミングにサクッと車ーで捕食できるんで、そういう場所があればベストです。 シャローにベイトが上がってきている時は、水面がピチャピチャと騒がしくなるところがあると思うんで、その場所がベイトフィッシュが居やすい場所、イコールバスがいる場所となります。僕が実際に釣りをするなら、一日を朝末ずめ、午前中、お昼、夕まずめ、そして夜と区切って、どういう釣りをするのかを紹介していきます。琵琶湖メインでの釣り方になるので、他の場所とはちょっと違うかもしれないので、参考程度にしてみてください。 まず、朝ま詰めは、キンキンに冷えるので寒いし、布団から出るのが嫌なんで、パスすることが増えるんですが、行くとしたら、越冬場所をリアクションで狙うか、越冬場所付近の障害物か、ディープ隣接のシャローの障害物をゆっくりと負けるスイムベイト等で狙っていきます。そして、午前中もそんなに変わらずに、その中でも反応がいい場所や、同じ条件の場所を狙っていくようになります。そして、お昼過ぎになってくると、太陽によって水温が上昇し始めるので、 バスも越冬場所やディープから餌場に向かって移動を始めるので、まあ朝と同じですが、そういう場所付近の障害物際をメインとして、そして越冬場所と障害物までの通り道なども狙い目なので、そういう場所もスローに移っていきます。夕間詰めには水温が一番高く上昇してるはずなので、捕食しようとしてるバスの数も増えると思うんで、狙う範囲を少し広げて、広範囲を狙っていき、暖かいならキャロで41ワームでゆっくりとズルズルしていき、 寒い時にはメタルかバイブレーションのリフトフォールでリアクションを狙っていくという感じです。で、次に夜ですね。釣りをされる時にはしっかりと防寒と安全対策を行ってください。まあ、ここなんですけど僕はライブ中にしか夜釣りやらないんで、そういう時に簡単に使えて釣れる根こそぎ DSR をゆっくり巻くだけです。もし配信とか関係なしに一人でやる場合、そういう時にはデスアーダー6インチのジグヘッドスイミングや ゆっくりと負けるタイプのスコーンリグ。そういうものを使うと思いますが、基本は配信中で手が離せないんで、まあ、なかなかやるタイミングがないです。はい。こういう感じで1日の流れ的には、水温とバスの活性に合わせて、まあ、狙う場所だったり、誘い方を変えていくという感じになります。 で次に12月のおすすめルアーですね。これは秋っぽさを残した暖かい時と水温10度を切って冬に入った時の2つで紹介していきます。まず秋っぽさを残したタイミングですが、障害物付近を狙う時にはゆっくりと巻けるスイムベイト、ステルススイマーかデビルスイマー、もしくはスイングインパクトファットの脳進化で目で見えるところでテールが動くか動かないかのギリギリ動くくらいのスピードで巻いて使っていきます。 それで元気なバスがいれば出てくるんですが、出てこないけど、ここは釣れそうだというところでは、ジカリグかカバー用のラバージグで障害物の中を攻めていきます。で、ワームはできるだけふわっと倒れ込むものがおすすめです。ディプスで言うならバルビュータやベコンクローみたいな倒れる時の抵抗が大きいものがおすすめです。ストーンと落ちてふわーっと って感じで倒れ込み、そこで食わせるというイメージです。で、広範囲のボトムを探っていくときには、TN などのバイブレーションを遠投して、ゆっくりと巻いていきます。リフトフォールでリアクション要素を入れてもいいと思います。でももし、ウィードとかが引っかかって釣りにならないような場所では、スコーンリグかキャロを使います。スコーンはゆっくりとそこにたまにつくぐらいで巻いていき、キャロもゆっくりとズルズル引っ張っていきますが、途中にモサモサするウィードが見つかると、 そういう場所にバスがいることが多いんで釣れるかもしれないです。で、キャロじゃなくても届く場所ならフリーリグやノーシンカーなどで探ってもいいんですが、キャロの方がそこを取りやすくスピーディーに探れるんで、まあ楽かなと思います。で、ベイトフィッシュが多い場所ではアラバマリグで群れを演出して釣ったり、そのベイトに発数がついてると考えてビッグスプーンやビッグベイトで狙うのも有効です。で、次に水温が10度を切った冬に入ると越冬場所のバスをリアクションで狙うか、 捕食モードのデカバスを狙うかになります。越冬場所付近の障害物や、ディープ隣接シャローの障害物際では、ゆっくり巻けるステルススイマーか、スイングインパクトファットの脳進化で巻いていきます。で、レイジースイマーは6インチでもいいんですが、ゆっくりすぎてテンポが落ちるんで、自信があるポイントのみ使うっていう感じでもいいかもです。で、おかっぱりではなかなかないですが、ディープ隣接でストンと落ちてるとこなどで、若ギなどのベイトがいる場所では、 ワームだけで進化をつけないアラバマリグを使ってめっちゃゆっくりと巻いていきます。で、この時ブレードと進化があるとゆっくり巻けなくなるし沈んで根がか,かりが増えるんで微妙です。次に越冬場所で固まってるバスは捕食しようとしてないのでリアクションが必要になってきます。定番なのがメタルバイブです。で、おすすめはサーキットバイブの4分の1か8分の3オンスで固まっていそうな場所でリフトフォールするという感じです。 場所がつかめてない時には、そこから離れないようにただ巻きでも OK です。その時は TN5 の方がやりやすいです。そしてメタルバイブで腹筋グ率が悪い時には TN5 やレベルバイブブーストでもいいんですが、まあ、ゴミが引っかかったり寝掛かりも増えるんで、場所によって使い分けてください。で迷ったらサーキットバイブがあればいいと思います。サーキットバイブ使ってもがっつりゴミが引っかかったり寝掛かりする場所では カバースキャットかファットイカなどをノンシンカージャークで首振りをさせてリアクションを狙ったり 2.5g のテキサスシンカーにファットヤマセンコ3インチをセットして3回素早くトゥイッチしてポーズという感じでリアクションで使っていったりします。はい。というわけで12月のおすすめルアーとバスの狙い方についてでした。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。